ガーデンデッキレストランムネトプールベラビスタ栄ヶ浜は、広島県尾道市、浦崎町太平記の高台に立つリゾートホテル。正式名称は、ベラビスタスパーマリーナ尾道。ツネつホールディングスグループのツネい LR 株式会社が経営する。広島県東部の沼熊半島の南西に位置し、瀬戸内海を望む高台に建築されている。もともとは、 福山市沼熊町の常石造船が長期滞在する顧客の迎品施設として1973年に建設した施設。当時の経営は常石境がはまリゾート。2007年9月、オーシャンビューの部屋やスパ等を加えた大規模なリニューアルが実施された。部屋数は過去72室あったが、ニューリアルされて42室となった。 2014年8月にはガーデンデッキが整備され、2015年4月にはロビーの内装がリニューアルされた。2015年7月に正式名称をベラビスタ、境ヶ浜からベラビスタスパマリーナおの道に変更した。プールとスパは宿泊者専用。地元のみならず関東方面からの利用客も多い。宿泊客には広島空港や福山駅からの無料送迎を、 行っている。敷地内に、ボーリング移動を持っており、堺ヶ浜ラドン温泉という名称で登録されている。泉室は、単純弱放射能冷光線で、スパの露天風呂や内湯で使用している。客室の浴槽には使用されていない。以前は、外来入浴を受け付けていたが、入リアル後は宿泊者専用施設となった。マリンパーク、境ヶ浜境ヶ浜マリーナの送風カフェ。 2015年現在はリニューアルして、別名で営業中かつてのマリンパーク、境ヶ浜をホテルの付随施設として運営している。ホテル直下の海岸沿いに位置する。ボードに立ち乗りする、スタンドアップパトルなどのマリンスポーツや、海辺のランチ、サイクリング、クルージングなどのアクティビティが楽しめる。クラブハウスにアクティビティコンシェルジュが常駐する。隣接する、常石造船を、 会場から見学する探検、造船工場コースも設定されている。こちらにもレストランが併設されている。2015年2月から7月のレストラン改修時には、代替レストランとして、マリーナのレストランが使用された。2016年4月より、瀬戸内シープレインズの水蒸気による遊覧飛行が開始。ベラビスタスパーマリーナ尾道リボンチャペル2014年1月。 結婚式用協会として建築された設備。次世代の世界基準となる建築デザインを表彰するリーフ賞の対象の受賞建築。日本賞環境設計家協会 JCD 賞2014対象受賞。世界最大の建築祭、ワフでも最終選考に残り、その独創性は高く評価されている。長部で一本に接続される二重螺旋の階段を、 構造体としても用いているのが最大の特徴。室内はガラス張りで至るところで二重螺旋の階段が貫入し、外壁や天井の役割を兼ねている。頂上は瀬戸内海を眼下に見晴らす展望台となっており、天窓も備えられている。ナップ建築設計事務所の中村拓司設計。柱は開放感を損なわないように、 直径10センチメートルの鉄柱を採用し、垂直荷重だけを受け持たせた。階段の内側にしか空間を確保できないので、椅子を詰め込んでも80人しか入れず、トイレや更衣室もない。空調はガラス沿いの床吹き出し口より行う。螺旋の外装には木材を使用し階段の内側には、対抗性の高いチタン亜鉛合金を採用した。 二重の螺旋が交差する4箇所を連結張りで固定し、螺旋のハラ身や回転、沈下を防止している。建物全体が免震装置に乗せた鉄骨基礎の上に乗っている。高さ15メートル、広さの72平方メートル。2015年7月に敷地の西側のプールサイドにガラス張りのレストラン棟を増設し、レストランの名称も左伝から、 エリティジャと解明された。増設された客席は、プールの水面が眼下の瀬戸内海と溶け込むように設置された。また従来からの客席は、キッチンの中で食事が取れるというユニークな作りに改造された。プール下に設置されていた、モザイクタイルで装飾された、夏季限定のエリア、モザイクと、新設されたレストラン船で合計3つの食事スペースが用意されることとなった。 ありがとうございます。